関東3位から7位決定戦、前橋市 VS 水戸市 VS つくば市 VS 太田市 VS 伊勢崎市、宇都宮市高崎市に続く都市は、以前に行った北関東最強の動画の続編のようなもので、実はリクエスト企画です。北関東最強の宇都宮市、2番手の高崎市なのは明らかですが、果たして3番手以下はどうなのか、論より証拠の10連戦で実力を検証していきます。1試合目、15歳未満人口は前橋市の僅差勝ち、宿泊飲食業売上は水戸市の僅差勝ち、経常収支率はつくば市、卸売業年間商品販売額は水戸市が高い、農業産出額は前橋市の勝利、1万人当たりの歯科医指数はつくば市の勝利、前橋市の勝利です。2試合目、果汁チールマ人口密度は水戸市の僅差勝ち、歯科医指数は前橋市が高い、ゴミのリサイクル率は前橋市の競り勝ち、出生数はつくば市の競り勝ち、農業畜産は前橋市の圧倒的、製造品出荷額は太田市が強い、前橋市の圧勝。3試合目、小売点数は前橋市の僅差勝ち、製造業アラフ価格は太田市の勝利、昼間人口比は水戸市の競り勝ち、建築床面積はつくば市が高い、金融保険業売上は水戸市の僅差勝ち、一般病院数は水戸市が高い、水戸市が接戦を制しています。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点10、2位は勝ち点6、3位は勝ち点3、4位は勝ち点1、5位は勝ち点0で計算していきます。前橋市が好調な序盤戦、僅差で水戸市です。4試合目、1万人当たりの歯科医指数はつくば市の競り勝ち、卸売業従業員数は水戸市の僅差勝ち、15歳未満人口比は太田市の競り勝ち、歯科医診療所数は前橋市の僅差勝ち、歯科医指数は前橋市が高い、経常収支率はつくば市、前橋市の競り勝ち。5試合目、人口密度は伊勢崎の僅差勝ち、全産業売上は太田市の競り勝ち、小売業売り場面積は前橋市の競り勝ち、課税対象所得は前橋市の僅差勝ち、工業売上はデータ不足、製造業アラフ価格は太田市の勝利、前橋市と太田市が揃って勝利。第5試合終了時点の順位、前橋市が勝ち点を積み重ねる独走、伊勢崎市は非常に厳しい。6試合目、製造業従業者数は太田市が高い、15歳未満人口は前橋市の僅差勝ち、昼間人口密度は伊勢崎市の競り勝ち、地方税は前橋市の僅差勝ち、製造業現金給与総額は太田市の勝利、農業講師は太田市の競り勝ち、太田市の勝利。第6試合終了時点の順位、太田市が3位に浮上し、さらに2位、水戸市を伺う位置に立っています。7試合目、建築工事費はつくば市が高い、小売業売り場面積は前橋市の競り勝ち、医療福祉売上は水戸市の競り勝ち、卸売業従業員数は水戸市の僅差勝ち、経常収支率はつくば市、出生数はつくば市の競り勝ち、つくば市が接戦を制しています。第7試合終了時点の順位、ここでつくば市が3位に浮上しています。8試合目、教育学習支援業売上は前橋市の競り勝ち、製造業アラフ価格近くは太田市の勝利、建設業売上は水戸市の競り勝ち、飲食店数は前橋市の競り勝ち、運輸郵便業売上は太田市の僅差勝ち、情報通信業売上は水戸市の僅差勝ち、前橋市の勝利。第8試合終了時点の順位、前橋市の優勝が確定、太田市が3位浮上するも2位水戸市との差はあります。9試合目、製造業現金給与総額は太田市の勝利、一般診療所数は前橋市が高い、1万人当たりの指数はつくば市の僅差勝ち、15歳未満人口比は太田市の競り勝ち、卸売業従業員数は水戸市の僅差勝ち、農業講師は太田市の競り勝ち、太田市の勝利です。第9試合終了時点の順位、太田市が2位水戸市との勝ち点差を4に縮めています。最終戦、昼間人口密度は伊勢崎市の競り勝ち、課税対象所得は前橋市の僅差勝ち、地方税は前橋市の僅差勝ち、製造業従業者数は太田市が高い、小売業年間商品販売額は水戸市の競り勝ち、製造業アラフ価格は太田市の勝利、
前橋市の勝利。全10試合の最終結果が出ました。前橋市勝ち点84、太田市勝ち点43、水戸市勝ち点42、つくば市勝ち点27、伊勢崎市勝ち点9。優勝は余裕の前橋市、文句なしの北関東3位です。そして今大会2位、つまり北関東4位になったのはまさかの太田市でした。3回1位を取る爆発力で水戸市をかわしました。水戸市は最後の最後で3位転落、北関東5位になってしまいました。つくば市は少し届かず北関東6位、伊勢崎市は厳しい戦いで北関東7位です。北関東3位から7位の検証動画ですが、太田市が水戸市を上回るという困惑の結果になってしまいました。太田の農業と工業力が優位に働くのと、水戸が商業力以外微妙すぎるのが原因とは思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。